中日、岡田都志也が投球中に転倒し救急搬送。右足のすね部分を抑えたまま動けず、マウンドに救急車。中日、岡田都志也投手に予期せぬアクシデントが発生した。5、6の6回に3番手で登板。一死を奪って、打席はウレいにの場面だ。初球を投げた直後に、踏み出した右足が惚れたマウンドに取られる形となり転倒。右足のすね部分を抑え、グラウンドには向きで倒れたまま動けない。トレーナーや首脳陣らが駆けつけたが、 体制を変えられないまま、グラウンドに救急車が入り搬送される事態となった。岡田は今オフからサイドスローに転向。ここまで練習試合に3試合登板して無失点に抑えていた。中継ぎワンとして開幕一軍にアピールを続けていた。